それではですね、全関東選手権アマチュアラテンアメリカン部門で優勝されました吉田篤、磯道優奈組です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは優勝とお名前を呼ばれた時の気持ちはどんな気持ちですか？そうですね、以前の東部日本ダンス、東部日本ダンス選手権と東京ダンス選手権で、どちらも準優勝で悔しい思いをしたので、今回、今年最後の大会でやっと優勝することができて心の底から嬉しく思います。ありがとうございます。優奈さんは？そうですね、私も同じく今年最後の試合で優勝できて嬉しく思います。ありがとうございます。いいですね。この協議会の優勝を目指してどのようなことを重点的に取り組んできたりしましたか？そうですね、今までは、あんまり、なんだろう、自分のことばっか、なんかかっこよく見えるように意識してきちゃったんですけど、この大会に向けて、パートナーとの関係性をより重点的に、そうですね、良くなるように取り組んできました。なるほど。それだ。そうですね、パートナーのことを考えて踊る練習することと、私は表現力をちょっと紅茶に指導されたのでそれを意識して頑張りました。なるほど。今日の結果に対しての喜びや感謝をどなたにお伝えしたんですか？まずはそうですね、いつもご指導してくださる先生と、自分の両親とか、僕を支えてくださる人たちに、まずいろんな人にですね、伝えたいです。なるほど。私はもう家族に早速 LINE しました。素晴らしい。今後のお二人の目標をお聞かせください。そうですね、今日の成績でとどまらず、これから全関東を超えて、全日本とかでもっともっと上の順位を目指して頑張っていきます。ありがとうございます。そうですね、来年に向けてビッグコンペで一つでもいい順位に上がれるように頑張ります。なるほど、ありがとうございます。それではですね、全関東男子選手権アマチュアラテンアメリカン部門で優勝されました吉田篤、磯道優奈組でございました。どうもありがとうございます。おめでとうございました。